残しなる皆様だけにポロリと教えてあげたくなりました。しかしながらここで私が喋ったら芸能界の裏組織は怖い。恐ろしい殺し屋にぶっそり私が狙われる。しかしながらこれだけたくさんお腰なのにここで私が言わなけりゃ男と生まれた甲斐がない。あとはは私の手元のセンスにそのまた秘密が書いてあるので、ただ今よりもこれからよりも読み上げますので、皆さんも耳の穴をばかっぽじきよくお聞きを願いましょう。誰もどなたも知りません。美空ひばりと美空ひばりと小林明、なぜに二人は別れたのか。誰も知らない誰も知らない大きな大きな秘密とは、実は皆さん実は皆さん、ちょうど時間となりました。美空ひばりの一大記はこの後続きは CD でどうかお聞きを願いましょう。 CD 買うてもろても同じところで終わってます。そんなことない。ようこそご清聴いただきまして、熱く御礼申します。昔の人は良いこと言うた、あうがお目にかかれたのに、すぐにお別れしますけど、今度再び会えるまで皆さんお体大切に。お後は帝広明師匠とマイクの方を差し替わるので、行く末長くのご鞭撻どうぞよろしく願いまして、それではこの辺でさあ。